さやかちゃん、はい、今日はですね、はい、ゲストの回です。香川智くん、よろしくお願いします。最近ミニツアーで優勝したプロと同じスコアで回ったっていう子ですよね、うん、そのプロと同じスコアっていくつだったんですか？67です。67? 5アンダー、はい、すごい。ラウンドしながらね、いろいろ聞きながら凄さをお見せできればと思います。すごい飛んでるじゃん。ナイスー。今飛んでないんですよ。ました。いや、言ってないです。構えた時に怖くて当てに行って。130ちょいなんで6番アイアンですよ。今さやかちゃんと同点なので。シャンクです。あれ104、あ、そうですね、そのぐらいです。本当ですか？やばい、クラブがない。アプローチです。多分届かないです。ありがとうございます。58と出る。うまいね。多分30ヤードぐらい。58で打ちます。30ヤード以上あるわ。え、なんで？もう下手下手下手。もう下手だよ。
に失礼します。本当に入れボギーです。なんかすごい回り方したね。普通じゃなさないよ。入るかと。ダボ。もうナイスバーディーです。なんだよ。香川くん前半3アンダー。すごーい。すごいよね。ノーボギー。うん。安定しまくり。うん。すごい。どうですか？ここまでの調子は。普通です。全部普通。面白い。普通だ。後半はどういう風にいきますか？普通に前半よりスコア出して出せるんですね、うん、前半よりスコア出したら4アンダーとかだったら、トータル7アンダーとか、そういうことだよね。すごくすごい。普通なのこれも。結構普通なんだ。3アンダーぐらいはいつも出る感じ。ハーフで短いんで、ああ本当はもっと取りたいなって感じ、はい、なるほどね。ベストスコアはちなみに65です。65。え、この間のその試合が5アンダーです。5アンダー、すごくない？それ何ヤードあったんだっけ、うん、ですか、そのあのニュースになってたやつ。7500ヤードです。7500ヤードで5アンダーでしょ。すごい、やばいね。すごい。深澤くん、でもこれ後半さ、5アンダーとか言ったらさ、ベストスコア更新じゃない？はい。でも短いんで。やっぱり、ね、そこ大事。そうなんだよね、きっとね。あ、そういうことね。オッケー。さやかさん、私たちどうする？もう全然歯が立たないよ。当たり前だけど。何打差置いてかれてるんですか？わかんない。計算できない。10。さやかちゃんは12。私は14。です。20までいかなかったけど。いかなかったですね。後半1回でも香川くんより前にティーショットを打ちたい。じゃあ私たちはそれを目標にバーディーだよとやっていきたいなと思います。香川くんいいですか？はい、はい、じゃあいきますか。はい、はい、お願いします。ありがとう。普通です。もう聞いてもない。今のは普通です。完璧だね、うん、すごいね。よし、後半もお願いします。はい、やばくない？大丈夫か？てかギリギリじゃない？
私もこれちゃんと当たんないと落っこちちゃうの。8番で打ちます。届くかな。あ、トップしちゃったじゃん。もう最悪。トップか？普通に入れた。もう。乗るよ。おい、ナイス。59ヤードを58で打ちます。おい、惜しい。お先です。何しゅんちゃん、ちょ、打ちすぎた。指見た。もうお前ちょっと待ってください。お前だもん。やばい、やばいね、今の。はい、ありがとう。これがオッケーなしの、やばい、これがオッケーなしのゴルフですよ。